友野武たけ9月12日から1999年11月15日は昭和期の厚生官僚、政治家、元千葉県知事、衆議院議員、広島県広島市出身、府立六中、府立高等学校を卒業、1937年に東京帝国大学法学部政治学科を卒業後、厚生省に入省、埼玉県総務部で、 勤務の後、兵役で第2本帝国陸軍の嵐の騎兵第15連隊に見習い士官として入園し、野門ン,ン事件にも参加している。陸軍中尉で、軍役解除後、滋賀県学部課長、岐阜県所務課長を経て、厚生省保健局健康保健課勤務となり、1947年2月に同課課長。保健課長時代には、戦後の健康保険再建に尽力して、 支払い基金制度を設置し、社会保険を守ったことから、現在の健康保険制度設立の親とも言われる。柴田東千葉県知事に招かれて1951年に同県総務部長となり、同年9月に休止した鈴木都人の公認として副知事に就任。しかし、3期目を迎えた柴田と確執が生じるようになり、また、 社会保険をライフワークにしたい思いもあったことから、1959年3月に辞任し、公営企業金融広告幹事や社会、保険診療報酬支払い基金常務理事などを務めた。1963年1月に再び、千葉県に招かれ、柴田を破って、千葉県知事に就任した、加納給労の下で副知事に就任した。翌月、 前年11月の知事就任以来勢力的に公務を行っていた加納が就任わずか4ヶ月にして休止。友野はその公認を決める知事選挙に出馬して当選し、以降1975年まで参戦を果たした。副知事時代から東京湾を大規模に埋め立てて、京葉工業地帯の礎を築き、当時は農業圏だった千葉県民の大きな雇用や、 東京ディズニーリゾートを含む千葉県の発展を築いたことから開発大名人の異名を取り千葉県中高の祖という評価が根強い。その一方で東京湾埋め立てをめぐる三井不動産社長江戸英雄とのつながりをはじめとした土建業との癒着や川鉄郊外訴訟などの環境破壊が沖住民からの反発も招き房総半島の破壊をもたらした人物という批判も強い。 友のうと佐藤栄作の協議を報じる毎日新聞。成田での新東京国際空港建設が初めて公になった。千葉県知事就任直後から新東京国際空港の建設問題が浮上し、新東京国際空港建設位置変更にも関与した。土地収容法に基づき、1971年には三里塚闘争の 山場となった成田空港予定地の大執行で、知事権限を発動した。衆議院議員に転身後の1984年11月27日には、三立下・芝山連合空港反対同盟を支援する、中核派に、事務所を放課されている。知事退任後の1976年、旧千葉四区から総選挙に立候補して、当選、途中一回の落選を経て四期務めた。 副大派安倍派に属し、1990年に引退。教育家の友野友次郎は父。国際工業会長の友野春樹は弟。君に当局日、重光明。ありがとうございます。